第333回4月29日木曜日救世軍オンライン祈祷会。聖書ローマの信徒への手紙4章2節3節。もし彼が行いによって義とされたのであれば誇ってもよいが、神の前ではそれはできません。聖書には何と書いてありますか。アブラハムは神を信じた、それが彼の義と認められたとあります。誰でも自分の行いを誇りたくなる誘惑を受けます。しかし私たちは行いで救われるのではなく、信仰によって救われます。アブラハムは行いにおいても人の模範でしたが、行いによって義とされたのではありません。ここにアブラハムは神を信じた、それが彼の義と認められたとあります。創世記15章5節6節。主は彼を外に連れ出して言われた。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。そして言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラハムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。誰一人として行いによって義とされません。行いを誇るのではなく、信仰によって義とされたことを感謝して歩みましょう。共に祈りましょう。今日の祈り。1、コロナが一刻も早く収束しますように。2、病気や怪我で苦しんでいる人々が守られ癒されますように。3、仕事や生活上の困難にある人々が支えられますように。天の父なる神様、今日も祈ることができてありがとうございます。あなたを信じるときに、あなたが救ってくださり義としてくださる、なんと大きな恵みでしょうか。義とされたものとして、いつでもどこでもあなたを誇る人生として歩ませてください。世界中がコロナの問題で苦しんでおります。助けてください。病気の方、怪我をされた方、お一人お一人を今支えてください。神様、どうぞこの時代にあなたが生きておられるということを一人一人が感じながら生きることができますように。どのような中にもあなたが私たち一人一人に平安を与えてくださることを信じてありがとうございます。平安を妨げる悪しき霊を退けてください。今日も感謝をいたします。イエス様によってお祈りいたします。アメン。